さて、大谷選手、山本投手と日本人選手の大活躍もあり、メジャーリーグの頂点、ワールドシリーズを制したドジャースが地元ロサンゼルスで優勝パレードを行いました。注目が集まったのは、大勢のファンを前にした大谷選手の英語のスピーチです。1日金曜日、ロサンゼルスでワールドシリーズを制覇したドジャースの選手らがパレードを行い、数十万人の地元ファンからの声援を浴びました。大谷選手の愛犬ディコイは犬用のユニフォームを着てファンの前に。満塁ホームランを放ち、シリーズ MVP となったフリーマン選手は、免疫系の難病で闘病中の3歳のマックス君を抱きかかえ、ファンに感謝の気持ちを伝えます。When I came back after my son got sick, you guys showed out for my family and I. That was one of the greatest experiences I've ever had on the field. Thank you from the bottom of my heart. Let's go Dodgers! そして、恥ずかしがる大谷選手をチームメイトが無理やりマイクを持たせ。英語でのスピーチを強要されます。 I'm so honored to be here and to be part of this team. Thank you, fans! え、最後まで大谷選手かっこよかったですね。それにしてもニューヨークヤンキースは残念でした。